皆さんこんにちは。今日は天気が良くて良かったですね。こんなにたくさんの方にお集まりいただいて本当に感謝してます。中華街には2000万人年間お客さんがいらっしゃるんですけれども、この春節期間、元旦から、旧暦の元旦から春節が終わる年初節というのが2週間目にあるんですが、そこまでの間に大体100万人以上のお客様がいらっしゃいます。今日どうでしょうかね。結構たくさんの方がお見えいただいて、今日もたくさん来ていただいて本当にありがたい限りです。今日これから中国雑技、それから獅子舞、それから中国舞踊、龍舞、いろんな演目で、お見せして皆さんを、楽しんでいただければなというふうに思ってます。一つお願いがございます。2時半からこれがやりまして、その後また次の部に、移行するまでの間に、終わった後席が入れ替え制となってます。先ほど MC でもお願いさせていただいたんですけれども、席後ろの方がなかなかお見えに見れないなという方がいると思うので、ぜひ一度見られた方は席を次の方にお譲りいただいて、というふうにお願いをさせていただければなと思ってます。あと塀の上、大変危険になってますので、できれば乗らないでいただきたいと思います。事故とかがあるとですね、また次の春節が開催できなくなってしまいますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。今回この春節を開催させていただくにあたりまして、協賛企業、いろんな方からご協賛いただいてます。簡単に発表させていただきます。まず協力、公共財団法人横浜コンペンションビル様、特別協力横浜高速鉄道株式会社様、東京急行電鉄株式会社様、横浜市交通局様、公園横浜市様、特別協賛大和ハウスグループ様、協賛コカ・コーライーストジャパン株式会社様、株式会社イマム様、株式会社チャイナパーキング協同組合様、アサヒビール株式会社様、キリンビールマーケティング株式会社様、札幌ビール株式会社様、サントリービール株式会社様、 JR 東日本様、有機食品株式会社様、株式会社 ZTB 様、一般社団法人横浜鑑定廟様、横浜中華街開発工業株式会社様、横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ様、株式会社ヒケシア様、東京急行電鉄株式会社様、横浜銀行様、株式会社横浜 DNA ベイスターズ様、株式会社横浜リテラー様、以上の企業にご協賛いただきました。普段それから、たくさん中華街を応援してくださっている皆さんも、この協賛企業に負けない形で私たちを普段から支えていただいていると思います。QLL 本当に感謝申し上げます。この場を借りて御礼厚く申し上げます。いつもありがとうございます。本日は皆さん楽しんでいってください。ありがとうございました。はい、石川実行委員長ありがとうございました。今石川実行委員長のお話にもありましたが、第1回目が終わりましたらお席は入れ替え制とさせていただきます。2回目は後ろの方も見れるように皆様ご協力をお願いいたします。ここでお知らせがあります。公園内が大変混み合ってきておりますので、押し合わず通行の際には、走らずゆっくりとご通行ください。周りにあります塀や柵に登りますと危険ですので降りてご覧ください。お借りしているこの場所は公共の公園内でありますので、タバコはご遠慮願います。また公園内にはゴミ箱はございませんので、捨てずに必ずお持ち帰りください。そしてマソビオテラスからご覧の皆さん、危険のないようにご覧ください。そして本日の春節娯楽上映や中華街の春節を写した写真を Twitter や Facebook にたくさんアップしてくださいね。その際には横浜中華街のタグ付けも忘れないでください。オフィシャル Facebook には街のイベント情報や各お店の季節のお料理なども掲載しております。いいねを押して横浜中華街のファンになってください。なお写真撮影は大歓迎ですので、記念にたくさん写真を撮っていってください。
には揃いのジャンパーを着た実行委員のメンバーが多数おります。実行委員の指摘を受けた場合は速やかに従ってください。お願いします。では終日娯楽表